シルバープレートとは、第二次世界大戦末期に、原子爆弾投下任務を遂行するために回収を、受けた特殊仕様の B-29 を指す故障、及びその計画のコードネームである。銀メッキを意味する、シルバープレートが語源だが、シルバープレートと、スペースが入らない表記が用いられた。ただし、計画の初期段階には、シルバープレーテッドプロジェクトと分かち書きで記されていた。 時期もあるこの計画に使用された B-29 はプロトタイプを含め第二次世界大戦後までで総数65機大半が通常型 B-29 を回収したものであった。プロトタイプの初号機完成は1943年11月末、初飛行は1944年1月である。プロトタイプは 当初計画された、新マンと呼ばれるプルトニウムワンバレル型原子爆弾の形状に合わせて回収された構造の B-29 を指す。この新マン原爆は、全長が5メートル以上の非常に細長い形状をしていたため、前後2カ所の爆弾層扉を一つにつなげた、新マン原爆専用とも言える構造をしていた。しかし、原爆開発科学者は、 プルトニウムはガンバレル型原爆には適さないと結論付け、プルトニウムの代わりにウラン235を用いるガンバレル型原爆に設計変更された。ウラン型原爆は爆弾長を新万よりもかなり短縮できるとの報告を受け、プロトタイプのシルバープレートは再び前後独立した2カ所の爆弾層扉に戻され、 さらに下記に示すような構造に回収されることとなった。広島、長崎市への原爆投下任務に用いた機体は、総数15機で主な回収点として、ビブ重在外の武装撤去装甲の撤去エンジン及び、プロペーラを改良型に乾燥爆弾検証装置の改造爆弾装扉の改造等を施された。また、原爆に関するべての事項を徹底的に取得したため、 この機体を配備した原爆投下任務部隊の固有マーキングには既存の通常爆撃部隊のマーキングを流用した。こういった経緯もあって、外観上通常型 b -29 との識別は困難である。なお、マーキングは戦後本国へ帰還した後元に戻された。広島市への原子爆弾投下任務に参加した機体は下記の通りである。 バックアップ機はビッグスティンクであったという資料もある。長崎市への原子爆弾投下任務には下記の6機が使用された。戦後の1946年7月1日、クロスロード作戦において史上4番目に爆発した原爆となったエーブルの投下にデイブスドリームが使用された。ありがとうございます。